手取り14お前が終わってんだよみたいなね、こんなサムネイルでしょ吉谷さん。いや私ね、いや本当にそう思うんですよ。で最近の例でもお話しましたけども、2週間足らずで6億円集まるわけなんですよね。そう考えていくと、その100分の1でもいいんですよ。600万ね、2週間で600万売り上げましたって人を、年齢とかね、学歴とかなんか他の要素で跳ねる会社っていますかね。多分2週間で600万売り上げたっていう実績に対して、この人使ってみたいなっていうふうに、年齢とか性別に関わらず、経験に関わらず思うはずなんですよ。それが面接だと思うんですよね。面接で自分はこの会社にどのぐらい貢献できるのかってことをきちんと話すこと、それを実績を交えて、はっきり言ってね、30代40代で実績がないってどんな人生だよっていうふうに評価されちゃうと思うんですよ。確かにこれね、人格否定じゃないんですよ。人格としては豊かでいいんですよ。それは優しい人とかね、温かい人とか、それはいいんですよ。そこを否定してるわけじゃないんですよ。ビジネスマンとして働くときにあなたは何をやっていたんですかということなんですよね、面接ってのは。それがね、なんかね、すごく極端なんですよ。自分の人生を否定されたような気がしましたとかね、なんかもう心が折れて就職活動できなくなりましたとか、ちょっと待ってと、自分の姿だぞそれはと。でここがダメだって言われてるってことは、ここがダメじゃなくなれば採用されるっていう何よりものヒントなんですよね。だから私終わってると思うんですよ。だいたい手取り14万とかなんとかって言いますけども、稼ぐ方法が今ね、人類史上初無数にある時代ですよ。特に日本では、スマートフォンがあったら、じゃあ今日中に売り上げ上げてみろって言ったら上げれますよ、そんなもん。ただしなんでそれができるかっていうと、ずっとフォロワーさんを大切にしてきたから、人間関係をすごく大切にしてきたからですよね。で人間関係を大切にできない人、今の時代どういうふうに大切にできてないかっていうと、だから YouTube で顔出しができませんとかね、飽きてそれね、見てる人のこと全く考えてないんです。自分の都合ばっかりです。じゃあ仮にですね、近くのコンビニでもいい、デパートでもいい、顔出しせずにね、こうやってマスクかぶってる従業員がいるところで、なんか買います？そこになんかクレームとか出します？ね、だからね、自分が消費者の時はね、販売者のことをめった打ちにしといて、自分が販売者になる時にはなるべく隠れていたいっていうね、こういう根性だからね、お金にも隠れられちゃうんですよ。で時代は変わりました。本当に吉田さんの言う通り、前も話しましたけども、現金を銀行に預けても何ももらえない時代ですよ。で次の時代はクレジットカードで決済すればポイントがもらえる時代ですよ。でもポイントもだいぶ少なくなったでしょ、賞味ね。でも今ペイペイで決済するとなんか 20% バックとかバンバン来るわけですよ。なんか史上最高の金利ですよ、こんなの。銀行時代にもなかった、クレジットカードの時代にもなかった、ペイペイで払うとなんかね、知らないです、毎日のようにバックされてますよね、チョキンチョキンと。ちなみにね、吉田さんね、私ね、一旦ペイペイの投資ってのやめてたんですけども、吉田さんがこの前の動画でネタにするためとか言ってペイペイの投資始めたでしょ。で私もその時から始めたんですよ。日付にして、いつだいつだいつだ忘れた、4月のどっかですよ、4月の半ばぐらい、ね、4月の半ばぐらいにペイペイを自動でスタンダード投資に切り替えて、それからなんとね、12,358円がもう貯まってるんですよ。で運用益が226円です。ボーナスでずっと返ってくるペイペイポイントが12,130円に、そこにですね、なんとね、おおよそ 2% の金利がついてるような状態です。運用益 2% ですよ。しかも年利じゃないですよ、まだ1ヶ月弱でですよ、 2% ついてるわけですよ。これすごいですよね、やっぱりね、ペイペイの運用ね。というふうに稼ぐ方法とか山ほどあるんですよ、ね、でそれ知りませんでしたっていうのは単なる情報不足、ね、その少ない情報で儲かりません儲かりませんって言って疑問を感じないといけないですよね。自分がこの選択してる稼ぎ方、お金の増やし方っていうのはもしかしてまだね、違うんじゃないかと。こんな低レベルなことをやってるんじゃ間に合わないんじゃないだろうかって思わないといけないんですよ。当然ですよね、私もね、昭和の生まれですよ。いい学校に行っていい会社に行けばいい生活が送れていい老後が待ってるみたいな、本当にテンプレートを信じてやってましたよ。そのまま40来たわけですからね、話が違うぜって話じゃないですか。40まで真面目にやってきてこれかよって感じですよ。でもそこで腐ってってもね、しょうがないわけですよ。現実自分はお金に求められていないし、社会に求められていないっていう、それが全てですから。じゃあそれをなんとなくね、人格否定されてるみたいで気持ち悪いから
世の中が悪いんだとかね、政治が悪いんだこの野郎とか言って、ずっと手取り14万なんかってことなんですよ。自分が手取り14万でも、その同じ時代にどうしようもなく稼いでる人がいるわけですよね。それこそ日当100万200万みたいな人も山ほどいるわけですよ。じゃあなんでなのかなと。じゃあそういう日当100万のやつはコンビニでバイトしてるかなとかね、居酒屋でバイトしてるかなって思うと違いますよね。じゃあ居酒屋のオーナーやってるかな、経営者やってるかなと思ったらそれも違うわけですよ。全く違うところで違う勝負をやってるから、その収入であり時間もすごく自由なんですよね。でそういうことが今 SNS で成功者が勝手にベラベラ自慢話してるから、そういうのをタダで聞きに行って勉強になって、そのルートを通ればいい話ですよね。あとはそのルートを通るべき自分の足が鍛えられてるかって問題ですから。じゃあ YouTuber になりたかったら YouTube たくさん作れって話とか、面白い企画ができるのかっていうふうな自分だけの勝負になってきますよね。つまり14万ね、30代40代で14万っていうのはちょっと考え方が変えないといけないんだろうなと思いますね。だからこれもね、あの人格を否定してるわけじゃないんですよ。手段と方法が、まあ、間違っているか、ちょっと時代にそぐわなくなってきてるんで、最新版に、まあ、カスタマイズすればいい話なんですよね。バージョンアップすればそれを、いやこれは教わってきてない方法だとかね、俺はずっとこのスタイルでやってきたんだみたいな妙なね、頑固なその時間の流れがものすごく遅くって、もう100年200年時代が全く変わらなかった江戸時代みたいな感覚なんですよね、おじいちゃんがこうやってきた、お父さんがこうやってきた、だから僕もこうやるんだみたいなね。江戸時代ならそれでいいんですよ。平安時代なら時代の流れがゆっくりでしたから。でも今は時代の流れが早くって、私たちが幼い頃ね、職業何就きたい職業ランキングいろいろありましたけども、そんなもん今ないですからね。何小学校の生徒さんがなりたい職業が YouTuber とか、YouTuber とか言って色もいいんですけども、その小学校のねお子さんが20歳30になる頃に YouTube はなくなってますよ、きっと。別のなんか AI とか組み合わせたものになってますよ。もっともっと上等なものになってますよ。だからそういうふうにお父さんがやっていたことを後を継ぐんだみたいな発想っていうのはもうこれから通用しなくなって、10年で昔の100年分ぐらいの時間動きますからね、だから工場勤務とかフランチャイズとかもう時代ぐらいになってきてるでしょね、吉田さんね。だから大阪のフランチャイズオーナーさんもこの前なんかすごいですよね。ちょっと話全然変わりますけども、時短営業に反対したオーナーさんの敷地の中にセブンイレブンが本部の直営店が建っちゃったみたいな感じでしょ。直営かどうかわかんないですけど、とにかくセブンイレブンの仮店舗が建ったわけですよ。何なんだよと思いますよね。だからセブンイレブンが前と後ろに2個あるような現象で、はあ、まあ何とも言えないですね。あれもだから時代遅れだと思いますよ。何が時代遅れかっていうと、フランチャイズが一方的に本部の言うことを聞かないといけないっていうのは時代遅れで、ああいうふうなね、セブンイレブンのフランチャイズオーナーさんがああいうふうな態度を見せることによって、なんか時代は変わっていくと思います。ですので私はね、今回はセブンイレブンに関しましては本部ではなくて、あの個人オーナーさんの方に分があると思いますよね。ただ公には裁判の中では、裁判というのは時代遅れですから、もしかしたら、なんかね、結果はね、私の望まないような方になると思いますけどね。まあでも本当によく戦ってくれてますよね、あの大阪のフランチャイズオーナーさん。全国のセブンイレブンオーナーさん、本当ひどい状況下で本部にパワハラされている皆さんの希望なんじゃないですかね。ということで本日は以上です。